このろくでもない素晴らしき世界という決め言葉を一度は耳にしたことはあるでしょう。缶コーヒーボスのおなじみの CM です。グイッとコーヒーを飲む宇宙人ジョーンズ。 CM シリーズが始まったのは2006年。以来宇宙人ジョーンズは70以上の職業に就きながらこの国の潜入調査を続け、20年近く日本と共に歩み続けています。俳優トミー・リー・ジョーンズ、彼はまた親日家としても有名です。彼にとって日本は第二の故郷だそうで、メインブラック3の世界をめぐるプロモーションの際には、私は日本だけにしか参加しないと他の俳優やスタッフと別行動を取り、世界を驚かせました。彼を虜にした日本の魅力とは何なのでしょうか。今回はハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズの軌跡をたどりながら、日本を愛する理由に迫りたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。貧しい幼少期と自ら開いた可能性。トミー・リー・ジョーンズは1946年9月15日テキサス州に生まれました。父は油田労働者、母は警察官。高校卒業後は家計を助けるために父の油田に就職しました。労働の傍ら、寸暇を惜しんで独学で勉強し、1年後に奨学金を得てハーバード大学英米文学部に進学します。過酷な環境においても実力とバイタリティで可能性を切り開いた彼の強さを感じますね。長い下積み時代、入学当初は文学と演劇の教師になることを目指していましたが、演劇部に所属して活動を続けるうちに舞台への夢が膨らんでいきます。卒業後はブロードウェイに憧れてマンハッタンへ旅立ちました。食堂で皿洗いの仕事をしながら稽古に励む日々。そんな中、友人と受けたオーディションに合格し、1970年ある愛の歌で映画デビューを果たします。映画は大ヒットしましたが、制作元の上層部から顔つきがきついと酷評され、苦いデビューとなりました。その後はなかなか映画の仕事に恵まれず、妻に養われながらテレビ出演や映画の脇役が続きましたが、 JFK や沈黙の戦艦出演の頃から次第に注目を集めるようになります。そして1993年逃亡者でアカデミー助演男優賞を受賞。以降主演作品に恵まれるようになります。メインブラックと宇宙人ジョーンズ。1997年メインブラックの契約に抜擢されます。組織メインブラックに所属し、エイリアンを取り締まる捜査官役。大真面目に演じていてもどこかコミカルな演技が役にピタリとハマり、続編が作られるほどヒットしました。またこの映画が缶コーヒーボスの CM 宇宙人ジョーンズの元ネタになったと言われています。彼の起用について CM 関係者はこう述べています。宇宙人らしい人としてジョーンズさんに決めました。映画メインブラックシリーズの演技もそうですが、そこにいるだけで存在感がある、なんで自分はここにいるんだろうという空気感を出すのも得意で、そういった演技が決め手となりました。 K の存在なくしては宇宙人ジョーンズも誕生しなかったかもしれませんね。日本と共に生きる職人、おまわりさん、庭師、駅員、教師、宇宙人ジョーンズは様々な職業に就きながらこの惑星の潜入捜査を20年近く続けています。宇宙人の目に映る日本の社会情勢や職業、人間模様は冷めている中に温かみを感じます。ジョーンズ自身も出演を楽しんでいるようで、この CM のおかげで年に2回くらい日本に来ている。京都で観光したり、北海道で釣りもする、沖縄でスキューバーダイビングをしたり、いろいろなところに行けて楽しいよとコメントしています。また日本の CM についてはこのように語っています。日本の CM はただ商品を持ってニコリと笑うだけでなくて、ドラマシリーズになるくらいのストーリー性があるから好きなんだと。毎回よくわからない衣装を着せられるにもかかわらず、2つ返事で快諾し、気に入った衣装は持ち帰るそうです。 CM シリーズ熊本編では、熊本大震災の翌年に放映されたプレミアムボス CM シリーズの熊本編では、宇宙人ジョーンズは修復工事の作業員に扮します。戦国時代にタイムスリップし、忍者になって屋根裏に潜伏し、城が建てられる成り行きを見聞きした後、現代に戻ってくるという設定です。ジョーンズ、タモリさん、くまモンと3人で熊本城を見上げる姿が印象的な CM ですが、撮影にあたってはこんなエピソードが残されています。撮影前、震災前後の熊本城の写真や映像を入念に見比べるジョーンズ。この城はいつ頃建てられたんですか
修復が完成するのは何年後ですか、などと事前にスタッフに尋ね、本番中はいつも以上に真剣な面持ちで監督と話し合いながら撮影に臨みました。震災に対する深い気遣いを持っていて、強い気持ちが伝わってきたとスタッフは話しています。2011年の東日本大震災の時にも、サントリーが制作する日本を応援する CM に唯一の外国人として出演しました。松田聖子さんや矢沢永吉さんらの著名人が坂本九さんの名曲見上げてごらん夜の星をと上を向いて歩こうの各パートを歌い繋いでいくものですが、歌詞を口ずさむジョーンズの姿からその思いが伝わってきます。さらにこの CM にはノーギャラで出演しており、俳優としてではなく一個人として日本を応援したいという彼の意思を強く感じます。 CM のジョーンズに寄せられたいくつかのコメントをご紹介します。この CM のためにノーギャラで日本に来てくれたトミー・リー・ジョーンズに感動する、ジョーンズに驚き、ありがとう、トミー・リー・ジョーンズに感謝、彼が出てきた時に鳥肌が立った、ジョーンズの思いは CM を見た皆様の心にしっかりと届いていますね。トミー・リー・ジョーンズが推す日本のもの。ジョーンズは大学時代に歌舞伎を学んでおり、こんな風に語っています。大学時代に歌舞伎を学んでいたんだよ、それで好きになって日本に来たら必ず見に行っているよ。歌舞伎は色彩も音楽も演技も全てが素晴らしい。来日の際、共演者のジョシュ・ブローリンに、歌舞伎も見た方がいいよ、東京の歌舞伎座や京都でも見たことがある、長い歴史を持つ素晴らしく美しい舞台芸術だよ、今東京の歌舞伎座は建て替え中だから残念だったなと力説しています。熱く語る姿が目に浮かびますね。歌舞伎がジョーンズを日本に引きつける理由の一つとなったのは間違いないでしょう。また海外セレブの多くが好きな日本食としてお寿司や天ぷらをあげる中、ジョーンズの推しは鮎の塩焼きです。これまでに日本のいろいろなところで鮎を食べたけど最高だよ。独自の経験と味覚で捉えた美味しいもの、それが清流に住む素朴で地味に飛んだ鮎であるところが何ともジョーンズらしいですね。俳優としてだけでなく映画監督やプロデューサーとして世界で活躍するトミー・リー・ジョーンズ、彼は日本を心から愛し、その文化や伝統に敬意を払いながら喜びを持って日本での仕事に向かう姿を見せてくれました。日本に寄り添い温かいメッセージを送り続けてくれているジョーンズは、これからもクールとユーモアが入り混じった魅力あふれる姿を見せてくれることでしょう。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。私たちマサトチームにとって皆様からの励ましのコメントや高評価は何よりも嬉しいものです。ぜひたくさんのご感想をコメント欄にお寄せください。次の動画でまたお会いしましょう。